自由民主党政務調査会は自由民主党の政策部会である。トップの政調会長とは政務調査会長の略であり、自民党としてどのような政策、法案を打ち出すかをまとめる責任者である。政務調査会でまとまった方針を内閣に伝え、予算案に反映させる。自民党が与党である限り、政府の政策立案にも強い影響力を持つのが政調会長であり、 公認など、選挙対策などすべての実務を仕切る、幹事長、議決機関である、総務会長の3つのポストを総称して、党3役という、選挙対策委員長も加えて、党4役とも言われる。自由民主党国会議員と総裁が移植した、学識経験者をもって構成され、党の政策の調査研究と立案を担当し、審議決定をする。自由民主党が採用する政策、 国会に提出する法案は政務調査会の審査を経なければならない。政務調査会と部会は全会一致が原則である。必要に応じて調査会、特別委員会等を設けることができる。政務調査会の決定機関として成長審議会が置かれる。成長審議会は政務調査会長と政務調査会副会長で構成され、 政調審議会で決定された政策は速やかに総務会に報告し、決定される必要がある。総務会での決定を経ると、党議拘束がかかるとされる。また、党内の参議院内の機関として、参議院政策審議会を置く。政務調査会長は、政務調査会の運営を担当する。政庁会長という略称が多く用いられる。幹事長、総務会長。 選挙対策委員長と合わせて、党四役と呼ばれる、党の総合戦略調整機関である、役員会に参加できる。任期は1年であり、任期途中で辞職した場合は、新任者の任期は、前任者の残任期間までである。総裁が新たに選任された場合は、在任期間にかかわらず、政務調査会長の任期は終了となる。形式上の派閥解消、または、 派閥離脱は、実質的な所属派閥を、被災者自体は、総裁派閥出身の政務調査会長太じは後に、総裁に就任した人物。ありがとうございます。